今まで出会ったトップレベルのイケメンたらはどんな人でしたか <laughs> あでもテレビでいろんなイケメンと関わるじゃないですか。はい、イケメンはそんなに興味がない。うん、興味あんまないな。か可いい女の子とイケメンだとどっちが可愛い,い女の子のがなんかあ興味ある。参考にもなるじゃん。化粧こういうふうなのやってるんだみたいな。とかまあ、髪の毛とか、えー。今までじゃあ、会ってみた中で、可愛かったランキングでいうと、どんな人が上位にあります はマンベみなみちゃんはマンベみなみああ、なんかそういう名前の人がいるらしいということを最近知りましたけど、<laughs> 顔がわかりません。はマンベみなみがまだ十な本当に若い時にあって、それがすっごいもうなんか衝撃。めっちゃ綺麗だしい、でも、若いのにめっちゃ昔のアイドルみたいな可愛さがあるの。それが好き。メージ検索したああ。 なんか雰囲気は分かりました。かわいい。確かにあの美人だけど特徴を説明しづらい,い美人ですね。いいいい顔してる。あへ、えー。